遅くなりすみません。中学生の皇室をね、書いていきます。今回は名言ですね。これ相田みつをさんの名言で、つまずいたり転んだりする方が自然なんだな、人間だもので、この辺有名ですよね。これ書いていきます。こっちはね、私が元のものを参考にして書いたお手本なんですけど、元のものが少し太めのペンで今日今回のはね書かれていたので、こちらパイロット G3 っていうこちらの 0.7 をね使っていきます。よく使うのは 0.5 ですね。でゲルタイプのものなので、乾きが早くてにじみにくいっていう性質があります。でゲルのものでもそれによってちょっとやっぱり違うんですよ。サラサとかは少し硬い感じが私はするなっていうのがあって、私はねちょっと柔らかい感じが好きなので、こちらね使ってます。ネットでも買えるし、そうですね、多分どこでも売ってるんじゃないかなと思うんですけど、はい。あともう一つ、来月からね学年が変わるので少しペンの話もしときます。こういう万年筆のように見えるこういうもの、これでもいいですよ中学生で。これはデスクペンって言って、こうほらお尻の方がスーってこう長くなってて、結構長さあるんですよ。だからこうカメラで撮るときぶつかったりしやすいんですけど、こちらのタイプはカートリッジになってるこうインクを入れ替えるものと、あとなんだ万年筆とかだと今あるかな、ちょっとね今ね手元にないかもしれない。ちょっとカリグラフィー用のなんですけど、まあこれはねちょっと違いますよ。このペン先ほらこう潰れてる感じですよね。これはカリグラフィー用で違うんですけど、これ中のこういうここね組み取り式っていうんですか、こうインクの中にポチャンって入れてこうくるくるって回すと、ここにギューって上に上がってくるんですよ、インクが。こういう風に入れ替えるタイプと2つありますので、好きな方をね選んで使ってみるといいかなと思います。ただこう作品を書くもの、こうやって送ったりするものに関してはインクはやっぱり黒一色、黒かブルーブラックかどちらかになりますので、あまり遊び心のあるものは使わないようにしましょうっていうところで、カートリッジ式でもいいかなとかね思うんですけどね。まあ、ちょっととりあえず今回はこちらですね、ゲルタイプのものを使っていきます。そして初めにちょっと注意しておきたいのは、いつもそうなんですけどね、ここの余白をしっかり見ておきましょうっていうところ、それから、今回のは文字数少ないですよね。で結構ゆったり書けます下まで。で、つとかかなり大きい感じ、大きく見えるってことは、こういうひらがなの場合は空間をたっぷりこうやって取ってるっていうところですから、そのあたりを注意するところ。あと全体のちょっと見てみると、ことかはこれぐらい。横幅がないですよね、なくって小さく見えていいです。で、ロは逆にギュッとこっち横に張ってる感じがするので、なんとなく三角っぽくこうね見えてきますね。だけど縦が長さがあるわけじゃない、早めにこの辺を切ってあげることでバランスが取れます。そしてこう2字ずつというかな、つまずいたりで、これでまあ、ひとまとまりにはなってますけど、その中でも2つずつに区切ってやるような一気に書くような感じですね。そういう風にやっていきます。はい、では書いていきましょうか。この辺で中心はね少し、いつもちゃんと考えてなきゃいけないんですけど、こうどこが中心かなっていうのはいつも頭に置きながら
少し、つながっていったりするときにはこういうラインでちょっと何だか右にこうずれていくような感じがあっても構いません。そのあたりはやっていくうちに分かるかなと思います。大きく、その動きが出てるのは今回はそこまでないかな。そう、ないですね。はい、大丈夫そうです。はい、では2からいきますよ。こう優しく入って上がっておいて大きく下ですね。そのままこうこうで上行っといて、お尻ちょっとこうこっちこう突き出すような感じにしておいて、まあまずここまで。で今かなりこうゆっくりゆっくり、このあたりもゆっくり描いたんですけど、このぐらいの細いラインを出したいと思ったら、今のところこういう風に来たらスピード感の違いです。少しだけこういうところがね、ペンだとそういうところをちょっと注意しないと、どうしても重たく全部が太くなりがちなので、これね、あんまり良くないですね。ちょっとスッとした部分を作っていくっていうところが大事になります。でそのためにも筆記具にはね、なんかね慣れとかないといけないです。このペンだとこういう本、こういうぐらいにした方がいいなとか、自分でそのあたりは感じるしかないんですよね。だからおすすめは勧められますけど、でもそれが皆さんちょっとずつ角度が違ったりとか、そういうところはありますのでね。そうで、次の字に行くときにはストーンと下がって入ります。こう上にこうグーッとこの角がこう上がってくれば大丈夫ですね。で次にこう右寄りに来といて、トントンツーイ、こういうところもスーッと優しく来てから抜くような感じ。これがギューってなって押し付けたりしない。こうやって押し付けて止まるのは小学生の教室にはありますけど、ペンではこれやらないでください。このね、今はこれこのペンなのでまだいいんですけど、こういうペン先のものだとこの辺開いちゃって壊れてしまいますのでね。力は入れたらすぐに抜くような感じの、それの連続です。ペンで難しいのはそういうとこですね。少しだからこういうボールペンのようなペン先のもので慣れてきて、力加減が分かってきたら万年筆っぽいものでもいいかもしれない。こういう他を書いてますけど、その時も 1,2 ってこういうつながりで一気にいきます。 1,2 なんか編み物してるような感じです。ぐるんぐるんみたいな、こういう感じで、今スッと抜いてます、この辺力をね。で新たにここからこうで、そのままこういう風に来れるといいです。たね、本当はっていうか、普通にピシッと書くときってここまでこう来ますよね、ここまでね。でもこれが途中でいいような感じ、途中で引き返してりに行ってるみたいな、そういう感じが見えるといいですね。そこを自然となるようにして、そうすることでりはこちらに大きく張るようなイメージになります。真ん中、この中心線を真ん中としてギューッとこっち側にこうせり出してきて、でここの真ん中をねふっくらさせようと思えばいいと思います。この子はこちらにこうに張ってあげたら、これも一緒にこっち行ったら流れちゃいますよね。じゃなくてこう張っといて、しっかりこう中心保っていけるような感じがいいと思いますよ。こういう風に来ればいい。であんまりグイーンって長くしないこと、こういうところは真ん中のこの線で切るようにした方が次の字につなげやすくなりますので、今回はここそんなにつながらなくていいところなのでね、つまずいたりで一旦切れます。そして転んだり、ここのひとまとまりになりますね。はい、ではいきます。まずは真ん中の線のこの意識持っておいて、そう、小学生から中学生に上がった時なんかは結構
どうしても大きく書きやすいんですけど、子とかはねすごく小さいです。こういうふうに真ん中にもこういうこのぐらいの動きでいいです。でここからすぐにこうです。もし手の位置がほら一気に書くと手の位置置いてる位置をこう変えたいなって思う時があると思うんですよ。そういう時はここの字の一時終わったところではなくて、次今私が話したみたいなこういうところで一旦ペンを上げればいいです。そうするとこのつながってる部分、これ連綿って言うんですけど、この連綿が綺麗に出ますよね。そうなのでここで一旦切れて構いません。でそこからまたこう新たに入ります。こうしといて真ん中で切るようにこうですね、んです。次さっきのこれ払ったつもりっていうところからこう入り出すと自然です。こちら側に大きく戻るようにして大きくあちらへ行きます。こういうラインであっちに向かうように。はい、次は2人ですね。この中学生ぐらいのこういうお手本だと大人の方はね参考にしても十分だと思います。たですね、たり2回目たりですね。1,2 で 3,4 引き返してりです。ここでこんな感じで最後に濁点でいいかなと思います。でりってひらがな小学生こういう風に習いますよね。こうして2画目上からねって言ってこういう風に習うと思うんですよ。これを上からこう流れてきてるようなこの行ちょっとこうつながってる行書みたいなのが入った時って上から流れがいつもあって、その流れに逆らいながらっていうかな、言ってるんですよ。本来はこう上に行きたいけどこう流されてこうしてこういう感じになってるみたいな、そういうイメージだと思ってください。時々こういうの見かけますよね。これね上から流れてきてるのがこうなってます。なので2画目ちょっと下げていいです。で次の行いきましょう。そう小学生の方のお手本には今回はすごく書き込みをたくさん入れたんですが、中学生の方あえて入れませんでした。言葉にするとね、なんていうかね違和感があって、まあ、こうやって動画撮ってますけど話し言葉となんとなく書き込んじゃうのとなんか違うような気がして、曖昧なところって結構あるんですね。でそれがね言葉、文章になかなかできなくてね入れませんでした。なのでちょっと見て感じ取ってほしいなっていうところが本当に本心なとこですね。はい、そう反るんだよとか膨らむんだよとかどの程度っていうのも人それぞれじゃないですか、感じるところが。だからどうしても私の主観でこうものを言ってしまうと捉え方がちょっと違うような人もいるかなと思って、はい。それで、する方がですね、これ、ここでちょっと注意するのはるとかがなんとなく前のめりな感じになってますよね。本来というか、そうね、普通にるをピシッと書こうとするとどうなるかっていうとなんかこういう感じですよね。真正面向いてるような感じですけど、こちらはすごく動きがあるように見える。これはスからこうルに行くときとルに行ってその最後ここからホに向かうときっていうところでルは時々こういうふうに前のめりに変わることがありますので、そのあたり前後するものによって少しずつ形が変わるものがあるっていうところも見てください。はい、スですね。こうしといて下は短いのが本来です。そのままルに行きます。そう、今のところちょっと見ていただくと今ちょっと自然とこうなりましたけど、
上からの流れがあって先ほどね言いましたよね。それここにも出ています。こうキュッて上がるような部分のところですけど、これはこういう風に下がってきてもいいです。これどちらでもいいのでね。そしてこう上がりますよね。でこうでそのまま頬に行きます。頬は棒を少し長めに取っておくとここにね隙間ができていいです。1、2、これ2つのこの塊に、ちょっと映ってなかったかな、塊にして書きましょう。そこからこういうところは少し隙間をここねしっかり開くように、そしてほらここ下もこうやって開けられるようにしておいて、ここから上に行きます。いつも真ん中取んなきゃいけないってことはないので、これの場合見てください。トントンってきたらかなり右寄りですよね。右寄りでいいですよ。こうで、うの点1点目ここに入ります。ここからスッと持ってきて真ん中で、あのさっきも言った手の位置がっていうのとか あると思うんですよ。それこのタイミングで変えればいいです。そしてここの点を打ってだよっていうところを意識してこう入ってでストーン打ってこう長い感じですよね。であんまりこれもこうにしないでください。結構こう頑張ってこう長くしちゃう、しかもくるんってやっちゃうような、これあんまり良くないので、真ん中からあんまりずれないような感じにしといた方がいいです。ただね、次の字がかなので、ここからこういう感じでこう持ってきて、 あまりここはそんなにつなげようと思わなくていいですよ、ね、ここからこう自然とこう来て上に上がりますかっていうのは、ここ結構こう上に上がってきますので、はい。でする方がで、これ一塊ですね。で自然なんだな、ね、名言いいですよね。そう、文字数少ないけどこう塊ごとにできるから、これは私は好きです。でこれちょっとこれはこう反り気味に書いてあります。どちらでもいいですが、こうふっくらきてもこの感じだとかいいかなと思います。でどちらもそうですけど、この横の線っていうのはピシッとあんまりちゃんとやろうって思わなくてよくて、ここからスッと持ってくればいいです。ってことはここすごく空いてもいいってことですよね。でここからこうです。ちょっと長めです。これはね、これは楷書も行書も一緒で、右側がちょっと長くなっていきます。そして狙ってる位置もみんな上のほら上の方に寄ってるような感じで、下こんなに空いてますよね。で最後っていうか、トントンってきたらこの2点目から3点目をこうやってつなげるようなイメージで、結構ね点がこうにあるものって最後の2個をつなげます。だからこう3とか書くときもね、3って漢数字の3ね、1でしょ、2、3っていう風にやったりとか、1、2、3、4とか、この映ってない、ここね劣化書くとき1、2、3、4、ここの部分をつなげる。最後の2個ってつなげやすいので、そういうところをつなげていきます。まあ、つながらないにしてもなんとなくこう塊なんだなっていうところ覚えてください。さあ、あ次言ってた劣化が出てきましたね。これの場合1、2もつながってます。3、4ですね。で自然の善ですけど、こう来たら上に上がって角度変わります。こうこちらがこう左へこう向かっていくような感じに対して、こう上にふわっと、これふわっとですよ。そうちょっとふわっとしてます。そしてしっかり入れといて、下にスッとこう持ってくるような、ここね、この角度の違いっていうのはしっかりやっとくと、筆ペンだったり習字っていうかあれですね、筆、うん、
で書くとき、こういうところにちゃんと隙間ができるようになりますのでね、形が整いやすいです。それからこう1上上がって縦ラインです。これこういう風にきます。これがねこうになると邪魔しちゃいますよね。それねあんま良くないです。こういう風に着といて、トーンでトーン上ですよね。でトントン3、4みたいな感じでいいと思います。自然なんだな、なです。1、2これ1、2ってきます。3、4なから、運はこう先ほどのなの最後からこう自然に来れるようにこんな感じで運が入ってます。だな、もうなんかたも何回か書いてるとちょっとああ分かってきたなって感じがあるかと思うんですが、最後までしっかりギュッてやらないで引き返してあげるとうまくいきます。で濁点は一番最後でいいですよ。はい、で最後ですね、一番最後のこの人間だものっていうところ、ここの感じがとても素敵な、表現をしています。よく出てきますこれはね。ここはどこに書こうか、どうになってるかっていうと、こっちからこういう風に打ち込むのは楷書でよくあるやり方ですよね。こういう風にこっちから入ってねっていう、これです。ですけどちょっと強調したかったりとか、なんか面白くしたい、面白くっていうとなんかあれですけど、なんかそういう変わった表現したい時、下から突き上げるようにこうこうです。わかりますかね。グッと持ってきて止まる、そしてこうです。こういう感じ、持ってきといてあえてガクンと下げてます。こういう感じですね。これちょっと面白い表現の仕方、書道とかはよく使いますね。はい、ではいきます。真ん中の線よりちょっと右あたりからこう突き上げといて、別に力を込めてるわけじゃないです。ただ引っかかるようにしてます。こういう風に引っ掛けて、そうここからね。そしてストーン、こちらはインクがしっかり乗るような感じでね、こうやって引っ掛けていったこっちの部分っていうのはカサカサしやすいです。このインクとかでもね、カサっていうのが出やすくて、なんだろうな、細くて鋭い線が出ますよね。それに対してこちらはゆったりとした感じ、しっかりと乗ってるようなイメージで、いきます。そしてこの字、人間の間、間という字ですけど、混み合ってて難しそうだなって思うかもしれないんですけど、これよく見ていただくと左と右同じもの出てきてますよね。そのここの部分、この長さ大事なんですよ。ここを短めにすることで、こうだんだん上がっていきます。そして下のラインを見てもらうとちょっと出てますよね。ちょっとっていうかかなり出てますよね。こういう風にちょっとね、右側の下の部分っていうのは重みを出したいところでもあるので、こちら長くしたいんですよ。だからもう初めからここが字全体の大きさだと思ってもらって、左の部分、この第一画目のこれをもう初めから短くしようって思っておいてください。そしてもう一つ、ここさっきもあった自然の死とかもそうでしたけどね、この左の上のこの部分ちょっと開けていいです。だから横の線があんまりないんだなって思っちゃってください。そしたらちょっと一回書いてみましょうね。真ん中がここで、まずはこれこう少し外側に貼るようなイメージの方が安定感が出ますので、こう、そして上にこれもこんな感じ、もうこれぐらいでいいです。もう何ミリですかね、1ミリぐらい、
スッと持ってきて、すぐ日光ですね。で真ん中のトンって、これはねチョンってやるだけでいいです。そこから下からまた突き上げてきて、こうで次こちらに行きます。その時ここの間がねこのぐらいちゃんと開くようにしてください。なんかほら人の顔のようですよね。目と目の間のここの部分はやっぱちょっとないと変なので、そういうあの美人な感じに仕上げていきます。こうしたらここさらに上がっていきたいので、こうです、上に持ってくるような感じ。そして次は少し締めながら外に出るような、この締めるのが結構大事かな。これがないとなんていうかあまり美しくない感じになっちゃうのでね。でこう来たらトントンです、トントン。でこの時もこういうところは開いていいです。もう真ん中も、あ、もうどんどん開けてください。そして真ん中のここに火をねこう入れますよね。そのこれも大きすぎず、なんていうかな、ここに隙間が欲しいんですよ。ここしっかりとほら開くようにしたい、そこですね。だから全部ここが基準になってる。初めの一画目のこの長さがね、そこでそれが重要だっていうのがねわかると思います。はい、タモのこれで終わりですね。短い、いきますよ。タは何回も出てきてます。1、2、そしたらこう外側に力を入れてて、こちらは早い段階でこう、もはここまで来てしなってください。しなって膨らんで止まります。一回止まります。こう来てすぐに引き返すようにして、トントン、かなりこう落ちてくるような感じですよね。そうでのです。こうしといて、こうからのスッと、これでいいです。はい、ね、中学生 1,2,3 年生共通の課題になります。中というこの中っていう字ですけどね、これはこれもちょっと説明しておきましょうか。真ん中の線ここにあるとして、こうかなり内側にこう1画目、2画目は、こう来といて、こちらにもう大胆にこちら側にギュッと持ってきたらこうです、上がっていきます。なんとなくこういうライン、三角の感じありますよね。そこから本来だったら真ん中を貫くのが普通なんですけど、これあの崩れた場合はこちら側に右に寄っていきます。ここからこういうラインでこう右に寄ってきて、一回しっかりトンと入れてください。そしてスーッと来て、そのまま3って書いていきます。そうするとほらここがだいぶ広いですね。ここね広く開きます。ここの面積がかなり広くて、こちらが少しになってるっていうところ、こういうとこ真ん中を貫く字っていうのは結構こういう風に中心軸が変わっていきますので、そこであの中っていうのはいつも書きますので、そこをちょっと注意してください。それからさっきお話ししてたあの2点目3点目っていうのがこうちょっとつながってくるよっていうのがこれのお話ですね。はい、まあ中学生あの今回のはあの優しくて文字数が少なくて良かったんじゃないかと思います。はい、ではね、頑張って。